はい、今日は、昨日ね、見事プロゴルファーとして、プロゴルファー合格、はい、していただいた串山プロに来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。晴れてどうですか、プロゴルファーになって。そうですね、まあ、今は本当にほっとしたという気持ちが一番強いですね。そうだよね、やっぱこう QT でを受けていて、まあ、普通まあこう試合に出てくる人たちもたくさんいるけれども、こうやっぱそのプロゴルファー、プロゴルフとしての会員、ライセンスっていうのはやっぱ大切は大切なの。そうですね、まあ、一つ資格として生涯残るものなので。これ何、こうやっぱりその取ろうと思ったのはきっかけは何だったんですか。去年は正直、いらないかなと思って取らなかったんですけど、結局全国のゴルフ場が安く回れたりだとか、その一生の資格になるということで、今年取ろうかなというふうに。結構なんかの女子の世界もね、今厳しくて、この間なんかネットで見たけど東大に受かる確率よりも低いみたいなね。そうですね、女子もそういう人数も少ないし。そうだよね、やっぱすごいドキドキしてた。そうですね、まあ結構意外となんかまた違った雰囲気というか、違った気持ちになりました。その初日、いわゆる始まる前の初日の感覚と、その4日間やるわけじゃない、その気持ちはどうだった。まあ、その初日始まるときは本当にいつもの雰囲気というか、あまり緊張せずにできたんですけど、で、まあ、初日そこそこいいスタートが切れて、まあ、心に余裕ができたんですけど、ちょっと2日目3日目ちょっと打っちゃって、でも、まあ、最終的には合格できたんですけど、でもやっぱりそのちょっと打っちゃったときはやっぱり何か初日とは違うったような、ちょっとした緊張感というかがありました。もう試合とはやっぱ全然違う。試合は試合なんですけど、また本当に全然違った雰囲気というか、本当なんか一発しかないんで、もうこれで全部決まっちゃうので、そういったのは難しかったです。そうだよね、だってね、失敗しちゃったらまた来年に持ち越しになっちゃうでしょ。だからみんなよく言うけど、もう二度と受けたくない、ね、そうですね。だあるプロなんか最終プロテストのところで、最終ホールちょっと余裕あったんだけれども、あまりにも、怖いというか失敗しちゃいけないと思ったのか、ロングホールだったんだけど、OB が怖いじゃん、だから6番アイアン6番アイアン6番アイアンで、そう185 185 150ぐらいだったな、500 450ぐらいのロングを3オンさせてパー取って、全然まあ余裕あったんだけど通ったっていう、結構有名なプロなんだけど、そういう話もあるからね。そう、でもね、結局2オーバー。そうですね、4日間2オーバーでね、50位タイだったんですけど、結局8オーバー勝ってて、あ、じゃあまあ余裕はあったと。そうです。でも上は、はい、11ちゃん。しっかり話されて、しっかり話されてね。まあね、でもまあライセンス取ったと。でトップになればまたちょっとあれなの、なんか。そうですね、今年はトップだとサード QT からと、来年の日本プロ、で2位から10位だと今年のセカンド QT から、で僕はもともとセカンド QT の資格を持ってたので、あ、そうかそうか、そのトップ通過しか、意味が、今意味がないというかね、なるほどね、トップ点がついてなかったんですけど、まあそうかそう、まあ、それはそれでいいよね、じゃあまあ今後、まあプロゴルファーとして今後のこう目標みたいな、まあこれで試合に出れるわけではないんで、また確かにQT があったりで、今年は残りアベマ TV ツアーが残り5000、6000ぐらいあるので、まずはそこで1勝、であとは QT もあって、まあ、その僕は日本で戦いたいっていう志向があるので、あまり海外志向でも日本で戦いたいっていうのがあるので、まあ、今なかなか男子ツアーが難しい状況の中で、日本の男子ツアーを盛り上げれるような選手になりたいなと思います。いいね、かっこいいね。なるほどね、お願いします。そんな感じで、まあ今後もね、活躍楽しみにしておりますので、皆さんぜひ応援お願いします。お願いします。お願いします。取れてなかったじゃん。嘘です。嘘。
皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。